せーの、オタクに恋は難しい、二藤直哉です。桜木光です。やった、うまくできたね、光くん。出だし少し噛んでしまいました。本当にすみません、すみません、全然大丈夫だったよ。自分なんかが出しゃばってしまってすみません。そんなことないから気にしないで、一緒に宣伝頑張ろう。はい、ご迷惑にならないように頑張ります。ということで、今回は俺たちからのお知らせです。俺たちのアニメビジュアルが完成しました。パチパチパチ、嬉しいね、コウくん。俺たちもアニメに出られるんだよ。そうですね、ニフジ君の活躍が楽しみです。それじゃ早速見てみよう。3、2、1。おお、すごいね、俺たちそっくりだね。そっくりというのも少し違う気がしますが、コミックスと全く違和感がないですね。早く動いて喋ってるところも見たいよね。本当に血が持っててしまうんでしょうか。モブですら恐れ多いくらいなのに。モブ？桜木じゃなくて？通行人 A とか学生 A とか主人公たちの周りにいる一般人みたいなキャラクターをモブって言うんです。へえ、コウ君詳しいんだね。俺そういう専門用語みたいなのを全然知らなくてさ。いや、専門用語というわけではないんですが、すみません。よし、俺もコウ君と一緒に頑張るぞ、モブキャラ。え、ニフジ君はモブじゃないんじゃ。え、でもこのアニメは兄ちゃんとなるみちゃんたちのお話だから、俺も兄ちゃんの周りにいる弟 N になるよね。でもこうやって顔のデザインも出てるのでモブではないような。顔か。あ、そういえばケンちゃんとヨックンが俺たちも顔を写してほしいなって言ってたけど、あれはどういう意味だったんだろう。ニフジ君、そろそろ時間みたいですよ。あれ、本当だ。じゃあ最後は二人でね。はい、今度こそ失敗しない。行くよ。せーの、テレビアニメオタクに恋は難しい、フジテレビのいたみな他にて2018年4月放送開始。本当にすみません、コウ君落ち着いて。